皆さんこんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。今日はですね、 DXO というメーカーから発売されているピュアロー2というソフトを紹介したいと思います。これピュアローっていうのがですね、ローの状態からめちゃめちゃ適切なノイズ低減をしますよっていう、まあ簡単に言うとそういうソフトなんですけど、それぞれのボディで発生する高感度、各感度によるノイズ、それからレンズによって発生する歪みとか、まあそういうものを AI がディープラーニングをしてですね、それぞれの使っている機種に対して適切な補正をかけますよというのがこのピュアローになります。星空の撮影ってそのノイズルをノイズ低減をいかに綺麗にかけるかっていうのは結構大事ですよね。かけすぎるとのっぺりしちゃって逆に不自然な感じになるので、かけすぎ厳禁ではあるんですけども、その適切なノイズ低減をかけるっていうのは結構重要だったんですが、それを勝手にやってくれるという大変便利なソフトでございます。まあ、ノイズ低減自体はトパーズのデノイズ AI とか、同じく DXO の Define 2とかね、あとセクエーターっていうソフトを使って加算平均合成、たくさん写真を撮ってそれを平均化してノイズを減らすと、まあいろんな方法があるわけですけども、このピュアローはですね、ローの状態から最初からもう綺麗な、状態にするんで、そこから画像処理をかけてくださいっていうソフトだったんですね。ただですね、これ富士フィルムの X シリーズに対応しなかったんですよ。富士の X トランスシモスって特殊なのでベイヤー配列じゃないから。でそれがピュアロー2になって、富士フィルムの X シリーズにも対応したと。それからですね、ワークフローのところでも Photoshop Lightroom のプラグインとしてピュアローを使えるようになって、Lightroom の操作の中に、まあ、組み込まれるようになったというような機能もありました。なんでこれね、すごく、効果的で便利なソフトなので紹介したいんですけども、1点、最初にご紹介しておくとですね、他のメーカーで使ってる分には全く問題ないんですけど、そのせっかく対応した富士フィルムの X シリーズの画像に使った時なんですけども、とある条件でですね、いい結果が今回出ませんでした。富士フィルムユーザーちょっと注意ですね、このソフトで。まあ実際どういうところがダメだったのかっていうのを紹介したいと思います。まあ本当はちょっと作り変えようかなと思ったんですけど、せっかく長い動画を撮ったので皆さんに見ていただければなと思います。それでは行ってみましょう。まずはこのピュアロー2を立ち上げたところからの操作についてご説明したいと思います。まずこうやって、開くでしょ。で、こっから処理する画像を追加っていうところをクリックしてもいいですし、実際ここにドラッグドロップしてもいいです。これ富士フィルムの XT3 で撮影したやつかな。こういうやつをこう入れます。そうすると、あ、ほら出ました。XT3 と富士ノンの8-16-2.8で撮ったデータですねと。だからもう、このボディとこのレンズの組み合わせのなんかノイズレベルとか、その補正値的なデータをもうダウンロードしますよということなんですね。で、これを適用しますと。このデータがその DXO さんがこのソフトにそのディープラーニングいろいろなことを学ばせて適用できるデータってことですね。で、この選択対象をダウンロードにするとダウンロードされます。で、これは一番最初に取り込んだ時に初めての、組み合わせ、ボディとレンズの組み合わせ、レンズかな、うん、だとこういう表示が出るみたいです。だから最初だけダウンロードすればもうここから先は出ることはないです。はい。で、保存します。終わりました。で、もうあとやり方簡単です。これをクリック、チェック入ってますよね。チェック入ってて、もう画像処理っていうのをやります。方法、まあ、全部試したんですけど、ディーププライム以外やる必要ないと思うな。で、この DXO の光学補正、これレンズ全体にシャープネスをかけますか、レンズの歪み補正、ディストーションの補正ですね、曲がってるやつをまっすぐするっていうのをやりますかっていうやつです。で、これはね、まあちょっと注意があって、星の写真だと、まあ、時と場合によってっていうかデータによってはこの全体レンズシャープネスをかけるとなんか星の周りに黒い縁取りができたりとか、ちょっとシャープネスがかかりすぎてんだろうね。で、レンズ歪み補正をかけるとこの風景に対して歪み補正をかけるから星座の形とかはちょっと歪んだりっていうのが多少あります。なのでこれは1回ってダメだったらオフって出力するっていうのがいいと思いますね。で、出力形式は JPEG と DNG と選びます。 DNG は汎用のローフォーマットですね。だから基本的には画像処理する人は DNG でいいと思います。
はい、とりあえず今全部オンにした状態でいきます。でインストール先フォルダ、これどこにデータを書き出しますかっていう感じですね。まあこう自分でフォルダしてしてもいいですし、この元画像内にある DXO フォルダっていうのに回る、ここにチェックを入れてやると勝手にこのフォルダを作ってくれます。はい、で処理する、で、あ、でその作業時間今8秒ですよと。私ちょっと CPU、 強力な CPU 使ってるのでちょっと早いかもしれないですけど、これね、処理するをクリックすると、はい、処理がスタートします。はい、終わりました。処理結果を表示をしますね。はい、そうするとこれが処理結果になります。はい、左側が現像前のデータですね。右側は現像後のデータ。まあ左側のデータはそのカラーノイズ低減とか一切かかってない状態なんで、まあ普通に開くよりもちょっとノイズ多く感じるかもしれないですけど、まあ周辺原稿もあるし、ノイズも多いですよという元データに対して、まあ綺麗になりましたよっていうことですね。ちょっともともとがこうで綺麗になりましたよと。ノイズが、なくなって、それからレンズのシャープネスとか光学補正がかかって、うまいこといきましたよと。全然違うでしょ。私あの富士フィルムのカメラすごく気に入ってずっと使ってますけど、まあ、センサーサイズ的にねちょっと戦えないっていう場面はなかったわけではないんですよ。やっぱりその APS-C サイズ、センサーサイズが小さいと、その焦点距離が普通のフルサイズのものよりもまあ短くなるじゃないですか。要はこれ 8mm っていうサイズなんですよ、焦点距離なんですけど、通常のカメラですと 12mm なんですよね。 12mm よりも 8mm の方がそのなんていうか被写界深度が深くなるから、手前の風景に近づいても無限から手前までこうピントの合う幅が広いみたいな、そういう理由もあって私は APS-C サイズを使ってたんですけど、さすがにまあノイズレベル的にちょっと戦えない部分があったんですけど、この差は結構大きいですよねこれね。で星の歪み的にも、例えばこの辺にオリオン座とかあると歪みが結構気になるのかなっていう感じがしますけど、この構図だとそんなに気にもならないかなっていう感じですね。わかりましたと。でバッテンして、処理するとローデータのファイルの後ろに DXO Deep Prime DNG っていうファイル名に変わりますから、でこれをじゃあどうしますかって話で、次ね、ここにエスクスポート、じゃあまあフォトショップに入れてみましょうか。フォトショップに入れます。はい、そうするとこれカメラローが開きました。こうやってね、こっから画像処理ができるんですよね。この感じですよ。はい、だいぶ良くなってますよね。ただそのなんだろうな、この変なふわふわふわって なんていうの、このふわへへへってなってるやつ、なんうまいこと言えないけど、なんかニョロニョロしてるやつすごい気になるんで、こういうのは多分天体写真だと気になりますね。星だけのやつとかねは気になります。で星系写真だとそんな気にならないかなっていうイメージだから、星系写真やってる人はまあこのままやっていいんじゃないかなという感じですかね。だからこっからこうやってね画像処理をこうやってまたかけていけるわけですよ。でやっぱノイズが綺麗に撮れてるので割と強めにかけてもいいね。でこのなんか周辺のふわーっていうやつはもしかしたらあれかな、レンズの歪み補正とかを切れば、この写真があの元データから頑張って処理したやつです。やっぱりこういうシャドウ部とかね、こういうシャドウ部だとか、あ、空の部分を見てもだいぶざらつきがあります。はい、だいぶざらつきがあります。でピアノクロスするとこの通りですね。ちょっとこれいろいろノイズ低減っていうか、ちょっとシャープがかかってるのがおかしい感じになりますね。うん、まあこんな感じでノイズ自体はもうものすごく改善されてる。これが元データ、こっちがピュアローですね。元データピュアロー、元データピュアローということで全然違うんだなってことが分かります。画像処理済みのデータをライトルームで、ピュアローをくぐらせる前にやっておかなきゃいけないことがあって、編集からカタログ設定っていうところを開いていただいて、
で、ここだな。変更点を XMP に自動的に書き込むかな。ここに最初にチェックが入ってないんですよ。つまりこの警告出ましたけど、ライトルームで行った変更は XMP に書き込まない限り他のアプリケーションでは自動的に表示されませんと。つまり、この画像、フォトショップライトルームで画像処理したデータ、そのまま PRO で開いても画像処理前のデータに適用されちゃいますってことなんですね。なのでこれチェック入れてください。そうすると画像処理したデータに、PRO が適用されることになります。例えばこれですね、画像処理済みのデータでございますが、これ使いたいけどでもこうやって見るとノイズ多いんだよなっていう場合があるわけですよ。ちょっとね、あーなんかおかしいなみたいな、あーこれきついっすねあるわけですよ。でこういう時に昔ライトルームで画像処理をしたデータに関してはこのファイルからプラグインエキストラ、DxO PRO2 プラグインで処理するっていうのを選びます。そうするとここから PRO がね立ち上がるんですよ。はい。でこれさっきダウンロードしたからね、このデータね、保存で、ここから、補正がかけれると。とりあえずこのシャープネスが歪み補正とかかけずにノイズ低減だけかけますよ。はい、処理します。そうするとね、この後はねもうそのまま読み込まれるんですよ。そのライトルームに読み込まれるんですけど、あ、やっぱなんか周りがおかしなことになるね。これ DxO に報告だねこれね。まあ、ちなみにちょっと話がそれましたけども、例えばまあこの写真を書き出すとして、右クリックから書き出しでプロセス with DxO PRO2 っていうのをクリックすると、はい、同じ画面が立ち上がります。でこれで JPEGを選択してね、これで書き出せば、このライトルームで画像処理をして最後に PRO をくぐらせてやるっていうのができるっていうのが分かります。例えばこの写真いってみます。イヤリング富士の写真なんですけど、これも富士フィルム XS10 で撮影したやつですね。でこれもやっぱりこう、まあこの撮影自体結構難しいんですけどね、使ってた天体望遠鏡 F8 なんでちょっと暗めの望遠鏡だったので結構ノイズが多いし、その明暗差がすごく激しいのでなかなかねうまく使えなかったんですよ。で、まあ、これ例えばこう画像処理すると、はい、多分明瞭になります。あー、もうノイズ目立ちますね。あんまりこう大げさなことができないなーっていう感じのデータなんですね。あ、もうほら大変なことになっちゃった、あらららららら、っていう感じなんですけど、さてノイズ低減かけるとほらここがなんかツルツルしておかしなことになっちゃうでしょね。えだからあんまりかけれないんですよ。どのぐらいでなくなるのかなって言ったら結構かけなきゃいけないですね。50以上かけなきゃいけないんでちょっとこれは使えないなっていうデータになっちゃうんですけど、ここで PRO2 を使ってみましょう。はい、プラグインエキストラ PRO2 プラグインで処理する。はい。でこれ天体望遠鏡で撮影しているので、そのマニュアルレンズになります。つまりそのレンズの光学補正というかそういうのが使えない状態ですよね。だからここはもうオフでいいですから、ここはかけなくていいです。で単純に、やりますよと、ノイズ低減かけますよという感じです。でこれ処理するってやると8秒、はい、そうすると、出てきました。綺麗になくなったね、綺麗になくなったね。うん、でここまでシャドウ部が綺麗になったんだったらもうちょっとシャープネスかけてもいいでしょ。まあちょっとやりすぎかなっていう感じで仕上げることができますと。はい、開きました。だいぶ綺麗になりましたね、だいぶ綺麗になりましたねこれね。さっき元データとちょっと比べてみましょうか。そうだね、これが元データでこっちが、ピュアロでくぐらしたやつ。あれこれあれだね、マニュアルのレンズだからかな、明るさが変わってるね、ちょっと暗くなってますね。
ここはまあ画像処理時にちょっと注意っていうか覚えておいた方がいいと思います。まあこれちょっと2つ並べてみましょう。右側が元データ、左側がディーププライムなのでピュアロー2クールらしいやつですね。でちょっとこのデータ見てみましょうか。ここ拡大しますよ。うわ全然違うじゃん、全然違うじゃん。こんな違うの。あら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 、ずいぶん変わりますね。まあこれだけ綺麗にノイズを取ってくれるっていうことですね。あらまあすごいね。こんなにか、ちょっと空の部分見てみましょう。空の部分見てみます。あ、だいぶ違うね。ただまあなんというか自分が使った感じだとちょっとノイズ低減かかりすぎてるような感じも見受けられますね。だからそうだな、元データと画像処理済みの元データとこの PRO2 を2つ2枚選択してる状態で右クリックして、他のツールで編集で Photoshop レイヤーとして開くっていうのをやってブレンドした方がもしかしたらうまくいくかもしれないですね。ちょっと今やってみますけど、右側に表示ありますけど上のレイヤーが DXO でノイズ処理済みのやつ、処理済みですね。下が画像処理前のものになります。でこう拡大していくと、あでもこっちで見るとそんなに違和感はないかな。いや思ったのがね、なんかちょっとおかしいかなと思ったら、ちょっとノイズ取りすぎかなって思ったら、こう2枚開いて上にそのノイズ処理済みのそのディーププライム DNG DXO の処理済みのデータを入れて、この不透明度を変えるっていうね、 100% にするとこうノイズ低減がかかりすぎて、なんていうかこの辺が結構ツルツルしすぎてなんかちょっと不自然だなみたいな思ったら、これを例えば 70% とかにしてさ、ちょっとだけ適用してやるというか、それだけでもだいぶ変わると思うんですよね。 50% とか 60% でもいいのかな。ああこのぐらいの方が自然じゃない？このぐらいの方が自然じゃないかなと思いますね。まあちょっと気になる人はね、こうやってやってみるのもいいんじゃないかなと思ったのでちょっとお見せしました。まあ、まとめるとですね、富士フィルムの X シリーズ以外を使っている人には全く問題ないです。すごくいいソフトです。で、X シリーズを使っている人に関してはなぜかわかんないですけど、純正レンズとの組み合わせで四隅にね、枠のような過剰な補正がかかった状態になってしまうということなんですね。あとなんかその島状のノイズが発生するっていうやつね、あれめっちゃ気になりますよね。で、私ライブ配信の時にこのソフト使ってみたけどめっちゃ良かったよって言ってたんですけど、その理由はマニュアルのレンズを使ってたからなんですね。純正レンズじゃなかったんですよ。だからマニュアルレンズを使う分にはめちゃめちゃいい結果出るんですけど、純正レンズを使うといい結果が出ないというのが、まあ、現状ですね。でこれね、 DXO さんにね今ね問い合わせ中です。本当は返答が返ってきてから、ちゃんともう一回動画撮り直そうかなと思ったんですけども、まあライブ配信で私いいですよって言っちゃってたし、とりあえず長い時間かけてね頑張って動画も撮ったので、まあ全部とりあえず紹介したいかなと思って今回アップさせていただきました。で DXO からまた返信あると思うんですよ。でその時に改善策とか見つかればまたこの動画で紹介したいなと思います。まあ重ねて言いますが、富士フィルムの X トランスシーモス以外を使っている方に関しては全く問題ないです。ライトルームのワークフローもめっちゃ使いやすくなった、はい使いやすくなったんですけど、 X トランスシーモスを搭載した X シリーズの富士フィルムを使っている人に限っては純正レンズとの組み合わせがちょっと危険っていう話ですね。でこれノイズ低減をかけるもんですから昼間の写真にかけてもあまり意味ないんですね。そのシャープじゃなくなって終わるんですよ。だから基本的には夜景とか星とかそういうノイズが発生しやすい状況で使うのがベストだと思うんですけども、まだちょっとね、注意が必要かなっていう印象を受けました。はい、他のソフトノイズ低減ソフトとどう違うんですかっていうことをおっしゃる
疑問に思う方はいると思うんですよ。まあ、これからノイズ制限ソフトを買いたいけど、どれから手をつければいいのかっていう話なんですけど、まあ、それぞれね、特色違いがあるんですよね。やっぱ解析の仕方が違うんで、一概にどれがベストかとは言えないんですけども、今回のピュアロー2に関しては、かなり強力にノイズリダクションがかかります。で、Define 2とかデノイズ AI で取れないノイズが取れるっていうのは間違いないですね。だからまあ、最有力候補にはなるっちゃなるんでしょうね。ただそれをやってちょっと気に食わないでって時は私はやっぱりあるので、そういう時はまあ他のソフトを使いたいなと思います。あと、スタック処理とどっちがいいのって話ですね。星空を撮影する人は、写真を10枚とか20枚とか同じ構図で撮って、それをセクエーターっていうソフトに放り込んでですね、加算平均合成をしてノイズを平均化してですね、ノイズを減らすってことをやってるんですけども、セクエーターに放り込んでノイズ低減、その加算平均合成ができるかどうっていうのは、こっから空、こっから地上ってもうはっきり分かれてるやつなんですね。で、それが複雑に絡み合うような感じであれば、日マスク合成っていうまたちょっと高度なテクニックを使って加算平均合成をやんなきゃいけないんですけども、なんかオブジェがドーンと立ってて結構複雑な、形をしてて、その背景が星とか、そういう場合はピュアロー2を使った方が効率よくノイズ低減はかけれるでしょうね。あと、スタックした写真ってどうしてもスタックした写真っぽくなるんですよ。だから変なこと言ってますけど、なんかスタックしましたっていう仕上がりになるんですよね。まあ、そうじゃない感じにしたいっていう場合は自分もあるんですよ。もちろんスタックして、表現する時もあるんですけど、そればっかりじゃなくてね、スタックしてない画像で処理をしたいって時もあります。いや、まあ要は表現方法の一つっていうことなので、どっちがいいとかどっちがベストとかなかなか言えないですよと。だから皆さんの、あなたの、撮影スタイル、表現スタイルに合わせて使いこなしてください、使い分けてくださいねっていうのが、まあ正直なとこですかね。ちなみに私は全部使ってるので、まあ何かわからないことあれば、ライブ配信とかでね、ご質問いただいてもお答えしますから、はい。ぜひ遊びに来てください。それでは、本日の動画はこれで終わりになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。